ザンジバルの浜辺、ザンジバルのダウセン。ザンジバル島のストーンタウンは2000年にユネスコの文化遺産に登録された。ザンジバルの古城、ストーンタウンの家屋の扉。ザンジバルにはこのようなザンジバルドアが取り付けられた建築物が多数存在する。ザンジバル島岸の浜辺、ザンジバルにある奴隷のモニュメント。ザンジバルはアフリカ東海岸のインド洋上にある。 ザンジバル諸島の地域名。現在はタンザニア連合共和国に属する。人口は約107万人。1963年12月のザンジバル王国のイギリスからの独立と、翌1964年1月のザンジバル革命を経て、同年4月にタンザニアに合流した後、 アフリカ本土のタンガニーカから強い自治権を確保したザンジバル革命政府によって統治されている。白い珊瑚礁とアラブやスワヒリ、ヨーロッパの石造建築遺跡が多数残る。かつては奴隷貿易、香辛料貿易、増下貿易の拠点でもあった。2000年にザンジバル島のストーンタウンが国際連合教育科学文化機関の世界遺産に登録された。 現在は夕日の名所として有名になっている。面積は日本の沖縄県よりも少し大きい程度である。1499年にポルトガルの航海者バスコダガマがインドからの帰路にザンジバルを訪れた後、16世紀初頭にキルワやマリンィなどのスワヒリ諸都市と同様にザンジバルもポルトガルによって征服され、ポルトガル人が入植した。しかし、 ポルトガル人は1698年にオマーン人によって追い出された。イゴーマーン出身のアラブ人が造下や奴隷の売買を始め、さらに1832年にオマーンのスルターン、サイード・サイードがアザンジバルに王宮ストーンタウンを建設し、イゴーマーン帝国の本拠地となった。1856年にサイード・サイード王が死去すると、マージド・ビン・サイードが ザンジバル独自のスルタンに即位し、オマーン本土と分離した、独立国であるザンジバルスルタン国が成立した。1870年に、マジドの後を弟のバルガシュビンサイードが襲った後、ティップーティップをはじめとするザンジバルのイスラーム商人は、奴隷を求めて、アフリカ大陸東岸から内陸部のタンガニーカ湖周辺まで勢力を拡大し、 この奴隷貿易によって現在のタンザニア、ケニア、コンゴ民主共和国東部などアフリカ大陸内陸部のスワヒリ語化の基礎を築いた。19世紀末のヨーロッパ列強によるアフリカ分割の中でザンジバルの領土はドイツ帝国とイギリスによって分割され、1890年のヘルゴランドザンジバル条約によってイギリスの保護領となった。さらに1896年、 当時のスルターンの多い、ハーリド・ビンバルガシュが王位を散脱、英国の退位要求を拒否したが、駐留していたイギリス艦隊の艦砲射撃により、わずか37分23秒で、宮殿は破壊され、ハリドは対岸のドイツ領タンガニーカに亡命した。このイギリスザンジバル戦争は、史上最も短時間の戦争として、ギネスブックに掲載されている。戦争後、 翌1897年に奴隷制度が廃止された。1963年12月10日にザンジバルはブーサイード家の国王をいただいたまま、イギリス連邦の一員たるザンジバル王国として独立したが、翌1964年1月12日にアラブ系スルターンの長年の支配に不満を持っていたアフリカ人がクーデターを起こし、アラブ人とインド人が排斥される流血の中で、 ザンジバル人民共和国が樹立された。東西冷戦の文脈の中での右翼曲折の後、同年4月に西側諸国の支持を得て、ジュリウスニエレレ大統領を率いる大陸部のタンガニーカと合併して、タンガニーカザンジバル連合共和国を結成し、現在のタンザニア連合共和国が成立した。以上の歴史的背景により、タンザニアの大陸側からザンジバル島に入るためには、 出入国手続きが必要となっている。ザンジバルには大陸部から独立して広範囲な自治権が認められており、独自の自治政府であるザンジバル革命政府が組織されている。ザンジバル革命政府大統領は連合共和国第一副大統領を兼任することになっている。現在のザンジバル革命政府大統領は2020年11月2日に就任した。 タンザニア革命党のフセイン・ムウィニーである。タンガニーカ同様、ザンジバルでも圧倒的な力を持つ政党は、かつて一党制を敷いていた CCM である。しかし、ザンジバルを支持基盤とする市民統一戦線は、連合共和国議会やザンジバル議会において常に議席を獲得し、CCM に対抗する数少ない有力野党の一つとなっている。 2010年7月31日、新憲法が住民投票で3分2の多数で承認された。新憲法は自治政府を複数政党で構成すること、自治政府副大統領は自治議会第1、第2政党が1人ずつ選出すること、自治政府閣僚も議席に応じて配分することを義務付けている。10月に自治政府大統領、自治議会選挙が行われる。 この新憲法のための住民投票は、大陸部で支配力を持つ CCM と、地方政党の野党市民統一戦線が交渉して、決めたものである。ザンジバル革命政府の統治下には、タンザニアの地方行政区分全30州のうち5州が存在する。ザンジバル諸島は、ウングジャ島とペンバ島の2つの主要な島と、ザンジバル革命政府の行政権の及ばない。 マフィア島などの周辺の小さな島々から構成されている。ザンジバルにはザンジバル料理やターラブ音楽などの文化が存在する。ザンジバルの建築には独特の彫刻が施された木彫りの扉が存在する。現存するザンジバル最古のザンジバルドアは1700年の1701年に制作されたものであり、19世紀のサイードサイド王による王宮建設以後、 貴族や商人をパトロンに扉製作の文化が栄え、オマーンの影響を受けたアラブ様式の扉が製作されるようになった。1870年に即位したバルガシュビンサイード王が1883年にインド人の職人に迎賓館の扉の製作を発注したことを契機に、インド様式の扉が製作されるようになり、インドのグジャラート地方の扉製作技術が伝わった。 1964年のザンジバル革命によって、それまでザンジバルドアのパトロンだった、裕なアラブ貴族やインド商人が大量に殺害され、あるいはザンジバルから亡命した後、ザンジバルドアの製作技術の継承は廃れたが、1979年に政府がダルエス・サラームに移住していたアラブ様式の扉職人のマーリム・ヤハヤを、ミクングに技術中等学校の教師として呼び戻し、 また、農村部に伝えられていたアラブ様式、インド様式以前のシャンバ様式の職人の伝統が革命後も生き残っていたこともあって、1980年代よりアラブ、インド、シャンバの各様式を設置した扉製作の技術が徐々に復興されつつある。現在、扉製作の技術を教授しているのは公立のミクング技術中等学校のみだが、ザンジバルの人々は、 それぞれの趣向に応じて、ザンジバルドアを買い求めている。ありがとうございます。